お、来た。おお。あら、曲が、あ、これソフィーのアトリエの曲か。これですね。ソフィーのアトリエコラボがついに開催されたと。うん、生放送の方で、まあ、全貌の方はですね、明かされましたが、まあ、アトリエコラボとしては第2弾と、いう感じですね。で、このコスチュームですね。まあ、本家の方でもあったけどね。まあ、これの、こう、ピカピタちゃんの超ハイレグですね。これはすげえな。あ、玉木も完全に向こうの住人だな、これな。うわまあ今回1週間だけかな、うん、ということで、まあ、全員ではないね、うん、このソフィーと、まあ、プラフタちゃんの、まあ、2人合計10人ぐらいかな、ね、分割した感じですねという感じ。うわー、胸がすごいそしてこのポーズですよ。杖と、まあ、この本ですね、まあ、ソフィーちゃんとプラフタちゃんを代表する、まあ、このポージングという感じですね。そして相変わらずこのコネコネと調合してなんかをもらうっていうね。まあ、そのシーズン、うわ、なんだ、あの梅干しみたいなやつ梅干しとマリモがあるぞ。懐かしの方ではライザの方の、コラボですね。まあ、これは、まあ、以前のやつですね。これも2年ぐらいにわたってやったんだっけ、復刻も合わせてという感じで、今回はソフィーのアトリエと、ソフィーのアトリエ自体も今日発売かな、確か。ポヒーン、うわすごいな、この重厚感ひらひらの部分のボリュームがすげえな。というわけで、ログインするたびに懐かし10連の、まあ、チケットがもらえますよという感じですね。よし、それではやっていきましょうか。これですね、ソフィー&プラフタコーデガチャと、うん、まあ、今回は選ばれた10人ということで、私のね、嫁の瞳がまあいないんで、まあ、そこまでやらんでもいいかなという感じかな。まあ、プラフタちゃんのこの配慮がね、欲しいところだけれどもね、まあ、どうするかと。ステップが8分の、まあ、8で優勝確定ってことなんで、優勝石は一応来週か再来週にホワイトデーが来るんで、まあ、それまでには取っておきたいなっていうのもあるんだけどね、まあ、スケジュールがいかんせんカツカツだよねすごい、まあ、ソフィーの、ソフトの発売日が今日なんだっけ、なんで、まあ、それに合わせて入れたイベントだと思うんだよね。まあ、でも全体から見るとかなりカツカツだよねもう無理やりねじ込んできた感もあるからな。え、ここでコラボ来んのっていうね、みんなも結構驚いてたからね。まあ、ソフィーのアトリエ2自体を知らない人にとっては、うん、発売されてが B が今日だってのも知らないんじゃないかな。まあ、俺も知らんかったし、ね、私のフォロワーさんでもやってる人がちらほらいるんだよね、ソフィーのアトリエ2をね。よし、それでは8分の8までやりますか。うん、まあ、8分たち1回だな。2、3週はもうできんな。やっぱホワイトデーの方が命かけてるからね。人によってはバレンタインよりもホワイトデーの方に力を入れたいっていう人もいるらしいからね。水着がね、やっぱホワイトデーの方が優秀なんだよね。意外と。いいデザインできてるからね。だから俺もそっちで力使いたいなっていうね、感じですよ。気になる？うん、あ、ロベリア、確かにちょっとアトリエっぽいイメージないかね。花とかあるから調合とかできそうだし、調合師とか似合いそう。似合ってるかしら。アトリエのね、ゲーム自体は他のね、配信者さんのやつちらっと見たこともあるんだけど、まあ なんていうか、まあ、まったりした RPG っていうイメージがあるかな。まあ、一応戦闘シーンとかもねあるし、でまあ普通にね、なんかキャラ同士の掛け合いとかもね可愛らしい感じだし。ただあの調合してるとことかさ、のレシピとか、あの辺なんか複雑だなって気はするんだよね。アイテムの数とか素材の数がなんか膨大なんで、でそれで錬金してなんかこうね、スピア版の組み合わせみたいなよくわからんことやってんだけど、あれがいかんせんどういうものに影響するのかっていうのがわかんないんだよね。戦闘のステータスが上がるのか、調合したものでミッションとかを解放していくのかっていうの、流れが全然わかんないんだ。まあそれを理解するためにも、まず VV から始めるって。理解できるかっていう話だけど。まあそういう感じなんですよ。配信向けではあんまりないかもしれんな、あのゲームな。うん、一人で黙々とやった方がいいゲームだと思う、おそらく。でも意外とそういう方が俺に向いてるよね。黙々やりたい。黙々来ましたエリーゼのプラフタマジかいな、エリーゼ先生。あなた、あんた、調合の世界に私を、待って、これはオーナー、あなたもソフィーのアトリエ2、当然買いますわよねって。言うことなのか、バカだねー。うわー、エロ。
うわぁ、もろに似合うな。やったぜ。うわ、尻尾生えてんだ。うわぁ、すごい。いやいやいや、これは覗きますよ。このね。どうでしょうか。すげえな。女騎士だな。やりました。当たりました。意外とセンサー出したい方がやっぱ当たるもんだな、こういうのな。よし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 、これで、まあ、今週は安泰ですね。安泰なのかっていう。まあ、私の、ガチャの調合は成功いたしましたという感じですね。よかった、失敗しなくて。の、なんだこの曲は。あ、あれか、ソフィーのアトリエの中で使われてる BGM かな。なんかすごい優雅ですね。はや、つい夢中で読んでしまいましたと。うん。まあ、フィオナになんかぴったりだな、この曲な。社交界って感じがします。それにしても不思議なお話。うん。錬金術を使って不思議な本が喋り出したりして、ふふっと。ああ、ソビーのアトリエの設定資料集とかなんか読んでるかな。ふわ、私もあんな風に冒険できたら、と。憧れてしまいますわ、錬金術の世界に。ハガレンを読め。でるるでで、と。こねてる、こねてる。あ、そっか、これ多分夢の中の世界だな、おそらく。ふわーっつってたからな。夢の中で私は、錬金術師に、また失敗してしまいました、と。まあ、ドジッコ錬金術師って感じがするね、フィアナ。シュン、私はジーヤのように立派な錬金術師になれるのでしょうか、と。うん。なんかね、ソフィーのアトリエもめちゃくちゃ人物、キャラが多いらしいんだよね。だからなんか、ジーヤの一人や二人とかなんか、いっぱいいそうだな。基本なんかね、美男美女がめっちゃ多いんだけどね。そうだ、ジーヤの使ってる本棚に何か手がかりが。うん。ジーヤの D ドライブを調べるのが。確かこの辺りに。何でしょう。あら、これは何でしょうか。錬金術の図鑑のようですけど、と。あ、うん、まあ、錬金術のレシピがたくさん。これって全部ジーヤの手書き、まあ、この時代は多分全部手書きだろうね。そうだ、せっかくですから私のレシピも書き込んでやめろ。絶対間違った調合のレシピを書き込むつもりじゃないのかね。ダメ、そう、ダメなんですよ。でもっとダメな女が来たぞ。キャー、くすぐったいわ、と。キャー、誰かいるのですか、と。そう、ここにいますは飲んだくれの女ですよ。ここよ、ここ。ほら、私。誰やねん、お前は、つ。ありがとう。ありが、本かいな。不思議な本。おはよう。本当に、本が浮いて、それに喋っているような、と。まあ、ベタな感じだな、これな。うふ、驚いた。私は玉木、あなたは。あ、でもなんか玉木って感じがするな、これな。緑色だし。フィオナと申します。あ、これオートで住んでるね。フィオナちゃんね、うんうん、あなたの名前しっかりと記憶したわ。それでその玉木さんは一体喋る本なんて聞いたことがありませんと。ちょっとジョジョの奇妙な冒険出てきそうだな。エニグマ的な感じで、ね。そうね。うふ、気になる。私はね、喋る本。その名も、ブックオブ玉木って。これですよ。私もあなたと同じ錬金術師よ、と、うん。あ、これがソフィーで言うプラフタちゃんの立ち位置か。うん。ってことは、プラフタちゃんは、何、本の擬人化、ん、本の擬人化。本からこっちに人型に変身できるっていう能力で、があるってこと。まあ、人の姿に、こちらが本当の玉木さんなのですか、と。うん。それに錬金術師って、え、変、そう、こう見えても熟練の錬金術師なんだから、わからないことがあったら私に聞いてちょうだいと。人間なのか、そもそも、プラフタちゃんは。それともなんか、ね、人と本のなんか、人と本っていうのもおかしいよ。なんか、間の生物みたいな。では、お言葉に甘えて私に錬金術師を、教えていただけませんかと。うん。ジーヤのように立派な錬金術師になりたいのですが、なかなか上手にできなくて、と。うん、まあ、でもね、なんか素質は、主人公だからその素質はあるんじゃないのかね。うんうん。うんうん、なるほど、と。うん。だから、ソフィーちゃんに、プラフタがこういう感じで教えていくっていう、そういう出会いなのかね。はい、それじゃあまず練習してみよっか。はい、これレシピね、と。うん、これは、これは焼き菓子のレシピ。うん。リンゴの焼き菓子、タルトタタンみたいな。ただ料理教室なんて、実は人の姿になったからお腹が空いてて、食堂行け。じゃなくて身近なものの方がコツをつかみやすいでしょうと、うん、でも食べ物から作ってみるっていうのはありだよね、確かに。一番わかりやすいのは、その武器とかさ、金塊を作るよりも、まずは食を作るっていう。なるほど、そういうことでしたらやってみますと、
そうと決まればまず素材の採取ねと、うん、そうそう、アトリエのゲームも素材をね、なんか出てていっぱいまず取ってくるっていうことでしょ。レシピによると焼き菓子の材料はウニなんでやねんなんで海産物から出てくるの近くの森であ、でもなんかウニっていうのが非常になんか重要なワードらしいよね。ライザの時もそうだったけど、ウニ、タル、タルって何なんだ。まあでもウニっていうのが素材なのか。そうそう、スライムがプニだっけ。あとは釜の中に適当な適当でいいんかい。植物とお水を入れてぐるぐるかき混ぜたら出来上がり。もう子供のなんかあれだよな、ドロンコ遊びレベルになってるよ。でもそんなんでできちゃうんだね、やっぱね。これなら私にもできるかも。私頑張りますと。うん、だからその素材を出かけてってフィールドでいろいろ採取してって、でいろんなものを作るっていう、なんかね、結構コツコツ地味地味な感じの RPG なんだけど、結構俺はね、そういう感じが好きなんだよね。だからちょっと暇あればやってみたいなと思うんだけどね。アトリエシリーズね。さあ、錬金チャレンジだ。ごちそうさま、美味しく食ったんか、今。完成した焼き菓子の出来栄えをちょっと見たかったけど。甘くてサクサクで、これならいくらでも食べれそうと、成功したみたいだね。よかった。よかった。調合成功ですと、いいですね。なんか、ライザ編のやつじゃなくて、みんな失敗してたような気がしたんだけど。フィオナは素質があると。そうね。やっぱり私が見込んだ通り、フィオナちゃんは錬金術の才能があるわと、いいですね。お褒めの言葉をいただきましょう。いえ、そんなことはずっと一人ではできませんでしたし、ありがとうございます。うまくいったのは玉木さんのおかげですと。そうなのか、果たして。フィオナちゃん、だからそのこれからも私に錬金術を教えてくださいませんかと、うん、大丈夫かね、なんか酒の調合とかやりだすとなんか止まらなくなりそう。玉木さん、たくさんレシピを知っていますし、それに一緒だと楽しいのでと、うん、まあ賑やかな感じはいいかもしれないな。なんかプラフタちゃんはもっとなんかクールなイメージがあるっぽいんだけど、ね、なんか真逆の感じがするね、玉木は。全くもう可愛いんだからと。わかった、もちろん OK よ。私が手取り足取り腰取り教えてあげるわと。ふふ、やっぱりな。腰に来るわけですね、最後はね。これがプラフタちゃんとだいぶ違うとこですね。どこ触ってくすぐったいですと。錬金術したるもの、このくらいでは動じない集中力が必要なのよ。集中力を乱すな。レシピが歪んでしまう。そんなこと言われましても、いいですね。決めた。次の調合行ってみようか。私マカロンが食べた。あ、そうだ、玉木マカロン好きだもんね。マカロンですか。難しそうですが、ちゃんとできるんでしょうか。ふふふ、錬金術に不可能はないわ。ではフォンダンショコラも作る。完全にただのお菓子料理教室になってるよ。普通に砂糖とかさ買ってきて普通に料理教室をやるのと何が違うのかって。あら、いいじゃない。じゃあ次はそのお菓子の家を作って、ね、頼むからもっと武器的なものを作ってほしいんだけど。お菓子の家と、うんうん、お菓子の家、町を作って国を作ってと。そうだからなんかね、依頼とかされたりするんだよね。国王からなんか武器を作ってくれとかさ、なんか何々を剣を作ってくれみたいな依頼を受けて、それをこなしていくっていうなんかゲームらしいんだけど、うん、だからまあ作るものがいろいろあるらしいよね。だからお菓子を作れっていうのはもしかしたらあるのかな。それはやりすぎなんじゃと。街を作るっていうのは確かにな、ファンタジーだな。世界中の素材を調合でお菓子にするわよと。あ、いいですね。まあ、戦争のないね、お菓子だけで平和がもたらされればね、まあいいですよ、ね、感じですよ。止まってくださいで。まあそれはそれでだいぶな。あ、うーん、玉木さんそんなに食べられないです。夢から覚めた感じか。へえ、私の夢見てくれてるのかな。なんちゅう夢みたいな、まあ、近くに玉木がいたから玉木がプラフタちゃんになったって感じかね。さあ目覚めました。ふわー、あれ、玉木さん、それにオーナー様も俺出てこないのか、夢の中に。なんか敵役でもいいからプニでいいから出してほしい。錬金術はと。うふ、まだ寝ぼけてるの。あ、私夢を見てと。そう、もう大いびき書いてましたよ。え、夢の内容ですか。そうですね、不思議な本だった女の子と一緒に、錬金術を使って冒険するという話で、お菓子作っただけで別に冒険してねえような気がするんだけど。そうね、尺的に無理だったから。オーナーくんが心配してたわよ、お昼過ぎても起きてこないからってと。申し訳ありません、うん、申し訳ございませんオーナー様と。オーナーくん、でも可愛い寝顔が見れてよかったわね、オーナーくんと。まあそうだな、二人でこうじーっとこうね、樽の中の魚を眺めるみたいな感じで。
覗いてましたからね。恥ずかしいです。そうですね。そうだ、お詫びに今日は皆さんにお菓子を作ってみようかと、と。多いです、ね、夢の中でいろいろレシピをして、でもそれ錬金術のレシピだよね。普通にこの現実の世界ではちゃんとしたね、このトースターとかね、そういうのを使ってやっていただきたい。わかった。トースター使ったらパンできる。じゃあ私も手伝うわと、うん、よろしくお願いします玉木先生。では一緒に素材集めに行きましょう。普通に買い物で素材を取ってきてくれ、頼むから。その辺の土とか岩を使うね。おしゃれはよくわかりません。おしゃれわかんない。じゃあおしゃれしていただきましょう。任せます。これですよ、おしゃれの神髄プラフター。うわ、なんちゅうかっこいいだこれも。とは言ってもね、これね、デッドアライブ5ぐらいの時からね、実はあるコスチュームなんだよね。ダウンロードコンテンツでガストとコラボをね、何回かやってるんで、デッドアライブ5と、しかも6の方でも、もうね、あやねがよく来てたんだよね。そっちやってる人にはそんなに珍しくはないんだけど、VV から入ったっていう人にとってはね、なかなか際どい衣装に見えるんじゃないかね、これ。すんげえ格好だな、これな。なんか姫騎士と、なんだこれ、サイバーパンクみたいな。いろんなもんが混じってる気がするな。あと、小悪魔の尻尾もついてるし。まあでも、それがプラフタちゃんっていうね、キャラのコスチュームなんだろうね、きっと。すげえな、これな。何をする人なんだ、一体。なんか、姫騎士って言ったけど、なんか、騎士でもねえよな、っていうね。どう見ても剣と盾持って戦う人じゃないでしょ。まあでも一応、ね、錬金術師っていうことだから。あれだ、なんだっけ、ソウルキャリバーのアイビーっぽくない？なんか。確かね、シリーズによってね、アイビーは白も着てたような気がしたんだよ。それに若干近いかもな。なんかすごいですね。セクシーなんだけど、なんか、なんて言うんだろう、すごいなんかゴージャス感がすごすぎて、エロさが逆にあんまりない。いいですね。これなんかね、ツイッター見たら、最大覚醒するとビキニの方に変身するらしいんだよ。なんか通常の、ビキニの方のやつで、なんかそれに尻尾がついてるっていう感じだから、うん、なんかね、オーナーさんによってはちょっとがっかりだったっていう人もいればね、いや、逆にそれがまたいいみたいなことを言ってたんでね、まあ、私はちょっと最大覚醒させるジェムがないからね、まあ、このままで眺めようかなと思うんですが、まあ、なかなかいいですよね、これね。うん、まあ、私これね、散々もうね、本家の方で撮ったんでね。なのでね、もう今更っていう感じもあるんだけど、まあでもこれをいろんな女の子に着させられるっていう、まあそういう楽しみが、ね、まあ、ありますよという感じですね。で、今回ポーズカードっていうのが、この不思議な本ですね。まあこれはもう見てわかる通り、うん、これですよ。杖を持つんですよ。そのままですね。いいですね。ライザの時でもね、杖のポーズが2つあったんだよね。それとはまた違う感じで、若干こう、魔導士感があるっていうかね、なんかウィッチ感があるよね。あ、でもいいね、これ。杖がめっちゃゴージャス。なんだこの、特大干潮器みたいな。こんなもんで、ケツ刺されたらひとたまりもない。ケツ刺して、ここをなんかプシューって押すのかな。そしたらこの中にあるこのトゲトゲのウニが入っていくわけです。もう凄まじいほどの拷問だな。今日は赤の玉から入れましょうか。赤で何を注入するつの。素晴らしい一軸感情ですね。いいですね。まあ、これも実際そのゲームの中であるこの杖だという感じですね。でもう一つで、これがなかなかね、評判が良かったっていう、ね、これは。うわ、すげえな、これ。うわー、でも、ま、太またエロ。これだな。今回のメイン、これだな。思いっきりこの、ガニ股して、で、このポーズですよ。謎ポーズ。で、これ、コインがあればね、全キャラにこの本渡せるんで、もちろん瞳とかね、霞とかにも渡すことができますよと。そういう感じで、でこのポーズ取るためにね、ガチャを回すっていうのもありでね。で、これがプラフタちゃん本体だっていう話らしいと。いいですね。うん、でも浮いてるんだよね。だから本を持って、あ、でもこう、このぐらいの位置だと本を持ってるようにも見えるか。うん、で、下から見るとめっちゃ浮いてるっていう。いいね。ここだけ見ると、戦乱隠れでもこんな手のね、なんか、ふわってやるポーズあるんだけど、ね、こうやって女の子座りをしながら、うん、こういうポーズはなかなか珍しい。これはいいね、うん、
やっぱあのコラボイベントってあのポーズカードが非常に優秀だったりね、普段やらなそうなポーズをするからね、非常に面白いね、見てて。さて、それでは最後にお仕事で、これですね、今回のイベント専用のお仕事ですね。パワー、テック、スタミナ、それぞれに分かれていると。うん。あ、それの、素材がそれぞれ違うってわけだね。リビ原石、アルタル、黄金馬。多分そのゲームに出てくるアイテムなんだろうね。じゃあ、リビ原石から上げてみましょうか。うん。こりゃ。これを上げると、なんでオフィスやねんって。あの場所まだ作ってなかったな。あ、これですよ。おお、ゴボ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 。錬金の液体です。やりましたね。あ、やりました。やりましたね。まだ何も作ってないですけど。虹色の液体ですよ。うわ、いい効果。油断せず。油断せず。油断しました。続けましょう。続けましょう。何ができたんだ、ところで。終わりか。という感じで、報酬がもらえますよっていうね、感じですね。で、いろんな女の子でやれば、いろんななんか、ケツが見られるってことなのかな。